日本ハム二軍選手の先発禁止。育成改革で二軍選手の先発禁止ルールが始動。栗山 CBO の方針に稲葉二軍監督賛同。新圧はどう思う天然。こういうのパワハラだよね。立浪ルール。新庄は立浪と違って今の若者に寄り添ってるとは何だったのか。立浪がやったら時代遅れ、栗山がやったら時代の最先端、こうやろな。そのうち二軍は坊主にしろって言いそう。まあええんじゃないの。他球団と比べてハムなんかすすきので遊ぶために日ハムいますみたいなチャラチャラしたの多いし、一軍なったら自由だぞって言わないとやる気でなくなってるんやない。氷河期世代のガキは締めた方がええしたし、以上にあかん世代や。ヤフコメはいいんじゃないでしょうか。ばっかりでくさ。二軍調整とかの時は髪黒く染めるんか。染めてるの福田くらいしか知らないからそんなに影響なさそう。チームが低迷してる時にはこういうのも必要。社会人なら身だしなみ規定なんて多くが存在する。新庄たまに冷酷な面見せるし、二軍でカッコつけててもダサいだけくらいはいいそう。二軍に不真面目なことかが多かったりするんやろか。ご視聴ありがとうございました。